高気圧。おう。おじさん、今日はありがとうございます。ようこそ。質問はね、インタビュー自分の獣の魅力に気がついたのはいつ頃だったの？子供の頃からです。獣のどんなところが一番好き？獣の一番の魅力は見ても、触っても着ても優しい気持ちになれるところです。どんなお仕事してるの？私の仕事はお家で猫や犬をいっぱい可愛がる。キャラクターについて教えてください。エイルは私の中で世界で一番可愛い女の子です。ちょっとおバカですけど優しくて本当に可愛いドラゴンの女の子です。世界の獣ファンに伝えたいことはある？もし獣の世界に興味があったらどんな小さなイベントでもぜひ足を運んでみてください、あなたが獣になれなくてもきっと触ったりハグをしたりしたらきっと素敵な思い出になると思います。私のように獣の魅力に取りつかれて獣になってしまうのもありだと思います。あ、エリさんありがとうございました。みんなバイバイ。